ここに書いてますけど、滝廉太郎明治12年生まれてます。現在の東京都港区西新橋で生まれた。学歴東京音楽学校、現在の東京芸術大学、15歳で入学ですね。で、工場の月はベルギーで賛美歌になったことも判明した。そして明治36年6月29日午後5時に大分市、これ稲荷町というのかな、現在の府内町の自宅で23歳の若さで亡くなっています。離職者です。外国でやっぱりいろいろ患ったんでしょうな。で、最後はこの大分で23歳で亡くなっています。それから土井万水、この人はまだ先輩ですけど、明治4年、これは仙台県仙台北田島町かな、現在の宮城県仙台市青葉区大町で生まれています。職業は詩人、英文学者。最終学歴は東京帝国大学英文科で、主な受賞歴は文化勲章、これは昭和25年に受けています。男性的な漢詩調の詩風で、女性的な詩風の島崎藤村と並んで、これは富士版かな、時代と称されたということです。それで称された、昭和27年に10月19日80歳で亡くなっています。現在の宮城県仙台市青葉区大町、そして日本全国の学校の校歌作詞したことでも有名です。土井万水、前奏いきます。で、2番を続けて歌いましょう。感想を入れて3番4番は続けていきましょう。どなたでしたかな、ある人だって、奥さんでしたかな、あのここの大分県の武田出身かな。で、この工場の月の舞台になったら岡城の近くに住んでますので、でも僕はまだここ行ったことないんですが、機会見て行ってみたいなと思っているところです。工場の月